奇遇だね。ちょうど君を探そうとしていたところだった。うん、クレイが君にすごく会いたがっているみたいでね。さて、君とゆっくり座って話をしたいところなんだけど、今回はクレイのことで頼みがあってね。上陸する前、僕は稲妻についての話をクレイにたくさんしてあげたんだ。そのためか、クレイは稲妻の文化や人々にとても興味を持ったみたいでね。だけど僕は今回、五河川の肖像画以外にも稲妻での用事がいろいろとあるんだ。しばらくはクレイに付き合ってあげる時間が取れないだろう。さすがにモンドじゃないからね。あの子一人で稲妻を走り回らせるわけにもいかない。だから今のところ用事が済むまでクレイには万国商会で留守番してもらうしかないんだ。嫌とは言わないけど、やっぱり少し寂しそうにしていてね。幸い今は君とパイモンがいるだろう。だから。あ、栄誉騎士のお姉ちゃんだ。栄誉騎士のお姉ちゃん、何のお話をしてたの？一緒にお外に遊びに行く話？あ、でもアルベドお兄ちゃんは忙しいからあまり遠くには行けないんだ。遠くに行ったらアルベドお兄ちゃんが心配しちゃうでしょ。クレイは本当に優しくていい子だな。オイラだって優しいだろ。毎回おいしそうなスライムを目の前にするたびにお前にも分けてやろうって思ってるんだぞ。分かればいいんだ。でもせっかく楽しみにしてた場所に来られたのに、このまま外で遊べないなんて、クレイかわいそうだよな。おう、何でもできる旅人と頼りになるオイラがクレイに稲妻を案内してやろうぜ。クレイ、栄誉騎士のお姉ちゃんと一緒に遊びに行きたいかい？うん、行きたい。クレイは僕たちの火花騎士だからね。くれぐれもちゃんと守ってやってほしい。つまり僕が言っているのは、クレイをトラブルに巻き込ませないでほしいということだ。例えば稲妻の丘の一角が欠けてしまったり、城内で爆発が起きたりするような、そんなトラブルだ。よかった、安心したよ。アルベドお兄ちゃん、クレイ面白いものを見つけて持って帰ってきてあげるね。うん、楽しみにしているよ。稲妻には面白い場所がたくさんあるんだ。料亭とか神社とか、どこも個性的で面白いぞ。クレイはどこに行きたいんだ？料亭ってどんなところ？食べ物とか飲み物を売ってる場所だ。モンドで言うと鹿狩りみたいなレストランのことだな。レストラン？やったー、おやつが食べられる。おう、じゃあ早速おやつが食べられる場所に向かって出発。四角い鉄の箱から美味しそうな匂いがするよ。栄誉騎士のお姉ちゃん、これ見て、このヌードル、いろんなものが入っててすごく綺麗だよ。それはこのヌードルなんかじゃなくて牛骨ラーメンだぞ。うー、じゃああのお皿に入ってる黄色くて赤いのは何？それも知らないのか？それは串焼き三種、
じゃあこれは？この黄色い小さなケーキ。それは長蘭の卵焼きさ。すっごく美味しいのに、食べたことないのか？わあ、牛骨ラーメンに串焼き三種、それに長蘭の卵焼き、すごく美味しそう。ふふん、当たり前さ。君、外国から来たんだろ。道理で食べたことないはずだよな。俺の小遣いで君に長蘭の卵焼きを一つおごってやるよ。俺たち稲妻のうまいもんを食わせてやる。本当？でも陣団長が他の人のものは取っちゃいけないって言ってた。しかもそれってお前の小遣いなんだろ。子供の小遣いを使わせるのはなんだか悪いぞ。俺、君のこと知ってるぞ。宵宮姉さんの友達だよな。でも本当に卵焼きなんか作れるのか？こいつからしたらそんなの朝飯前だぜ。クレイと岩尾の二人に卵焼きを作ってやれるよな。本当か？感動したぞ。お前成長したな。じゃあオイラたちはここで楽しみに待ってるな。栄誉騎士のお姉ちゃん、わあ、本当にできてる。姉ちゃんすげえ。うん、甘くてすっごく美味しい。うまいな。やっぱり旅人は最強だぜ。卵焼きは美味しかったけど、やっぱり俺は宵宮姉さんの方がすげえと思う。宵宮姉さんって誰？その人も卵焼きが作れるの？宵宮姉さんは何でもできるんだ。物語が話せて、金魚を飼ってて、花火も打ち上げられて、俺たちに飴もくれる。世界で一番すごくて一番いい人なんだぜ。クレイの中ではママが世界で一番すごくていい人だよ。それに他にもまだまだクレイもいい人をたくさん知ってる。アルベドお兄ちゃんでしょ、栄誉騎士のお姉ちゃんに陣団長、それからガイアお兄ちゃん。クレイ、まさか全員の名前を言うつもりじゃないよな。君の言った人たちのことは知らないけど、宵宮姉さんなら紹介してやれるぜ。一緒に来いよ。宵宮姉さんのところに連れてってやるからさ。いつもの祭りだと宵宮姉さんはすごく忙しいんだ。でも今回は忙しくないから、俺たちとも遊んでくれるぜ。なんか宵宮姉さん、最近あんまり元気がないみたいでさ。もしかしたら君が来たら宵宮姉さんも元気になるかもしれない。うん、一緒に宵宮お姉ちゃんに会いに行く。行きましょう。はっ、行きましょう。宵宮姉さん、そんなに悲しまないで。僕が面白い話をしてあげるよ。昨日角の生えたお兄さんと虫相撲をやったんだけど、3回とも僕の勝ちだったんだよ。一途に勝つなんてやるやんか。松坂、あんたすごいな。宵宮お姉ちゃん、姿の彩り祭では花火はあげられないけど、この祭りには他にも面白いものがたくさんあるんだよ。うん、大きに。数日の間、城内で花火が禁止されるだけの話や。
うちもそんなに落ち込んでへんさかい。よいみや姉さん、遊びに来たよ。新しい友達を紹介するよ。外国から来た女の子なんだ。なんて名前だっけ。クレーだよ。こんにちは、クレーちゃん。うちはよいみや、この長野原花火屋の店長や。うん、こんにちは。その帽子と服、かいらしいな。模様が個性的やわ。それにそのリュックも、へえ、えらい工夫されて作られとるわ。これは四つ葉のクローバーなんだよ。ママとジン団長が四つ葉のクローバーは幸運を運んできてくれるって言ってたの。そうなんや、めっちゃええや。みんなも気に入ると思うで。それにリュックについてるちっこい精霊もえらいかいらしいや。これはドドコだよ。クレイの一番の友達なの。よく一緒に星落としの湖でお魚をドカーンしに行ってるんだ。ん？ドドコっていうんか。面白い名前やな。気に入ったわ。うん、ドドコは生まれたら風に乗って冒険に出るんだ。そうママが言ってたよ。風に乗って冒険に出るな。クレイちゃんのママロマンチックや。うん、ママは一番すごくて一番いい人だよ。岩尾くんの言ってたこと本当だったね。ゆいみやお姉ちゃんもすごくいい人。うちもクレイちゃんとは気合うわ。うちら絶対ええ友達になれると思うで。二人ともすっかり意気投合したみたいだな。よかったぜ。クレイちゃん、四つ葉のクローバーが好きなんやったら、うちが四つ葉の形した花火作ってクレイちゃんに見せたるわ。やったー。花火の後はドドコと一緒にみんなでお魚をドッカーンしに行こう。待てよ、お魚をドッカーン？ダメだからな。アルベドから言われてるだろ。ああ、少し浮かれすぎてしもたわ。忘れてまうやなんて。シャブ業の人から言われてるんや。姿の彩り祭の期間中は稲妻全土において花火は禁止やってな。じゃあダメなの？わかった。おいおい、新しい友達ができるのって嬉しいことのはずだろ。なんでこんな悲しい空気になってるんだよ。そうだぞ、やることはまだまだ他にもたくさんあるんだ。そうそう、さっきサイカが言っただろ、祭りには他にも面白いものがあるんだぞ。どうやクレイちゃん、もしかしたら姿の彩り祭も楽しいかもしれへんで。うん、クレイ、姿の彩り祭に行ってみる。人喧嘩旅、金髪武士に吹く死の風。長い名前やな。初めて見るわ。新しい小説やな。作者草竹一志か。よいみやお姉ちゃん、この名前変だよ。草竹一志じゃなくかやぶき一景だ。まあ俺の名だがな。
異教人喧嘩旅は俺の最新作で、金髪武士に吹く死の風はシリーズの第一部さ。その異教人に吹くの物語にはいい友達は出てくる？ガイアお兄ちゃんが言ってたよ。いい物語の主人公にはいい友達がいるもんだって。いや、それはない。全くもってない。そんな安っぽい展開は俺の小説には絶対に出てこない。裏切りと血の涙に満ち溢れ、孤独で果てのない武士道を追い求める人生、これこそが小説に書くべき物語だ。そうなんか。その物語はクレイちゃんには合わへん気するわ。うちらやっぱ他んとこ見てくるな。ちょっと待ってくれよ、お嬢ちゃん。本当に一冊も見ていかないのか。特別に4割引きでもいいぞ。フィッシュルなんとか物語。フィッシュルお姉ちゃんの物語みたいだね。それは公女って読むんや。クレイちゃんはこの小説読んだことあるんか？ううん、読んだことないよ。でもクレイ、フィッシュルお姉ちゃんのことは知ってるよ。フィッシュルお姉ちゃんはいつもオズと一緒にいるんだ。これはね、冒険者協会のみんなが知ってることなの。クレイとドドコがいつも一緒にいるのと同じ。ドドコ、今退屈だなって思ってないかな。クレイちゃん、これも仕方あらへんことなんや。姿の彩り祭には本が多いやろ。燃えてしまうもんやさかい、火に気ぃつけへんかったらあかんねん。姿の彩り祭もヨイミヤとクレイを喜ばせられなかったな。でも花火もお魚ドカーンもダメでも、きっと他にドドコと一緒にできることがあるはずだ。例えば、つまりどういうことや？そっか、姿の彩り祭っていうのは作品を展示する場なんだから、みんなと同じようにドドコの物語を展示するといいと思うぞ。この考えいいんじゃないか。クレイね、アルベドお兄ちゃんにお絵描きを教えてもらったことあるよ。ドドコが稲妻で出会ったこと、クレイ描ける。想像力豊かでええやん。うちも賛成。それに描けた物語を姿の彩り祭で展示できるなんて楽しみやわ。やったー、ドドコもきっと喜ぶはずだよ。よかったな。じゃあクレイちゃん、うちの店に紙とか筆とか絵の具取りに戻ろ。一緒に物語書くで。出発。やる気を出した途端、今度はすごい勢いで走ってっちゃったな。オイラたちも追いかけようぜ。さっきクレイちゃんと相談したんやけどな、この物語の内容はね、内緒にするって決めたの。まあ理由は聞かんといてや、後でわかるし。うちらが店にいる間、あんたらは姿の彩り祭を見てきたらええわ。
また時間経ったらうちらんとこ戻ってき。よいみやお姉ちゃん、早く早くお絵かきしに行こう。あれ、おいらみんなで絵が描けると思ったのに、なんか気が収まらないぞ。あ、いいこと思いついた。窓辺に行ってみようぜ。やっぱり変えよう。ドドコが稲妻に来たらどんなことするんかな。ね、ドドコは美味しい串焼き三種と牛骨ラーメンと長蘭の卵焼きを食べるんだよ。ええ感じやん。クレイちゃんはそれ書いてるんか。めちゃくちゃ上手に書けてるわ。書き終わったら印刷しようか。行三すって姿の彩り祭で配るで。でも印刷するんやったらモラいるやんな。うちが普段から貯めてるお金で足りるんやろか。よいみやお姉ちゃん、クレイもモラ持ってるよ。ほら、50モラじゃ足りひんかもな。本当にどうしようもあらへんかったら旅人に何とかしてもらうか。ね、栄誉騎士のお姉ちゃんはすごく大変だから、クレイもう迷惑かけたくない。だからクレイがお魚をドカーンしてモラを稼いでくる。お魚ドカーンはあかんて、パイモンちゃんと旅人に言われてんのやろ。じゃあアルベドお兄ちゃんに頼るしか。アルベドお兄ちゃんって？アルベドお兄ちゃんはクレイのお兄ちゃんだよ。すごく頭が良くて何でもできるの。お絵かきも上手で、ヒルチャールとかガイアお兄ちゃんとかドドコも描けるんだよ。アルベドお兄ちゃんが稲妻に来たのもみんなに絵を描いてあげるためなの。なるほど。クレイちゃんの言うアルベドお兄ちゃんは多分八重堂に協力してる画家の先生やねんな。画家の先生？それって絵を描く先生のこと？アルベドお兄ちゃんってスクロースお姉ちゃんの先生のだけじゃなくてお絵かきの先生でもあったんだね。ユイミヤお姉ちゃん見てて、アルベドお兄ちゃんが教えてくれたの。ドドコの色はこうやって並んだよ。へー、よう似てるわ。そうやったらうちはこっちの街道描いとくし、クレイちゃんはドドコに色塗ってや。それにほら、ここに字入れれるから絵の説明もできるで。うん、じゃあこう描くね。おお。あ、もう聞こえないみたいだな。ドドコは稲妻でほんまに楽しそうに遊んでるな。二人ともまるで本当にドドコと一緒に遊びに行ったみたいに嬉しそうだな。さて、あとはドドコの物語を印刷するだけや。八重堂に行こか。どうしたら料理の腕が上がるんだろう。着いた。ここが八重堂や。八重堂の人、あ、いた！荒谷おばちゃん、クレイの知ってる人。おばちゃん、誰が私をおばちゃんだって。ああ、白亜先生が連れていた妹ちゃんね。クレイちゃん、今日はどうしたの。荒谷おばちゃん、手伝ってほしいことがあるの。ドドコの物語を印刷してみんなに見せてくれないかな。ドドコ？もしかして妹ちゃんも小説を書いてるの？ドドコっていうのはその物語の主人公かな。
いや、ちゃうねん。どどこっていうんは、ほんまにいてる存在やで。ほら、これがどどこや。わからないわ。じゃあ、オイラたちが説明するぜ。なるほど。その願いに応えてあげたいのは山々だけど、ごめんなさいね。姿の彩り祭における個人作品の印刷委託はもう期限が過ぎてるのよ。それってトドコはみんなに会えないってこと？ごめんね、クレイちゃん。クレイちゃん、そんな悲しむことあらへんで。まだうちと旅人がおるやん。うちらが方法考えたるわ。その新たにさ、本当にどうにもできひんのか？モラならいっぱい出すで。印刷の人手が足りひん言うんやったらうちらが手伝う。宵宮さん、お気持ちはわかるけれど、これはそう簡単に解決できることじゃないのよ。今回私たちが個人作品の印刷まで手伝ったことで、多くの本の印刷が遅れてしまったの。最近は印刷工場も大急ぎで遅れを取り戻そうとしてるわ。だから本当に無理なのよ。どうしよう、本当にどうしようもなさそうだぞ。いや、諦めさせたりせえへんで。うちが子供の頃、父ちゃんが祭りに連れてってくれる言うたのに、仕事が忙しすぎて忘れられてしまったことがあんねん。いつになったら父ちゃんはうちを連れてってくれるんやろってずっと考えて、祭りに参加した人がどんどん帰ってきてもずっと待ち続けとった。その夜うち大泣きして、そんで今でもずっとあの時どれほど悲しかったか覚えてる。うちはクレイちゃんにそんな思いさせとうないんや。印刷できひん言うんやったら、うちはうちのやり方で最善尽くしたるわ。だからうちは自分で書く。この何日かを使って書けるだけ書いて、姿の彩り祭に持ってく。ふふ、宵宮のその譲らぬ姿勢、わらわはとても気に入っておるぞ。ミコ、それにアルベドも。状況は相分かった。申し訳ありません、八重様。よい、分かっておる。汝はただ決まりに従ったまで。それに印刷の進捗も確かに芳しくはないからの。じゃが八重堂は人々に夢と喜びを与える存在じゃ。かわゆき目の子の願いすら叶えられぬなど、みっともないことこの上なしじゃ。そうじゃな。うむ、分かった。宵宮、そして目の子よ、主らの作品を印刷させてもよいが、ちょっとした代価を払ってもらうぞ。それでもよいか？宮司様、代価なんてとっくに覚悟してます。もったいぶらんと言うてください。まったく、何も恐ろしいことではあるまいし、わらわを鬼ババのように言うでない。わらわが言いたかったのは、今から印刷をするには一つしか手段が残っておらぬだろうということ。それは他の印刷物の余白に付け合わせ印刷をする方法じゃ。じゃが現状、反面にはもう角しか印刷できそうな余白が残っておらぬ。その本を入れるには大きさを半分にする必要があるぞ。そのような犠牲を何時らは受け入れられるか？クレイちゃん、うちらの本を半分までちっちゃくしたら宮司様が印刷してくれはるらしいんや。それでもええか？いいや、ありがとう宮司様お姉ちゃん。この子はなんと可愛いんじゃ。ならこれで決まりじゃな。新たに今晩の印刷に間に合わせよ。はい、今すぐ手配してまいります。付け合わせ印刷をすることは確かに可能かもしれないけど、印刷工場にはきっと迷惑をかけてしまうだろう。本当にすまない。気にせずともよい。この小さき手助けは
クレイちゃんへの手土産じゃ。それにこの先も八重堂からは何時に差し絵を頼むことがあるじゃろうからの。白亜先生、これはわらわの投資だと思ってくれて構わぬぞ。さて、これ以上何時ら兄弟を邪魔するのもあれじゃし、わらわは先に行くぞ。よし、これで完璧に解決やな。あとは八重堂からの言い知らせを待つだけや。宵宮に旅人、まさか二人がクレイにこんな楽しい思いをさせてくれていたとは。本当にありがとう。気にせんでえって。うん、分かってるよ。クレイは僕の大事な家族だからね。事例もあるのか。核も弱、急ごう。直呪言直。英雄騎士のお姉ちゃん、見て見て、新たにおばちゃんがトドコの物語を持ってきてくれたよ。これでやっとクレイとヨイミヤが隠してた秘密の内容が見れるぜ。いや、まあそんな大したもんでもないんやけどな。トドコとクレイ、それにうち、そこにあんたらを加えたみんなで一緒に経験した物語や。有名になっちゃうな。もちろんパイモンちゃんかて出てくるで。これはドドコとうちらみんなの楽しい経験なんやから。クレイとヨイミヤお姉ちゃんから栄誉騎士のお姉ちゃんに送る物語だよ。八重様から二人に伝言よ。この本は合板印刷されたものだから、量が君たちの想像よりもはるかに多いの。印刷費はいらないけれど、君たちの本の売れ残りは一緒に印刷された本の特典として付けられる。どう？それでいいかしら？そんなんほんまにええんか？うちらはええとしても、その本の作者さんが。実は一緒に印刷された本の名前はテイワット観光ガイドっていうのよ。あ、ママの本だ。クレイちゃんのママ本書ける人やったんや。クレイちゃんの母親であるアリスさんはテイワットの有名な冒険者なの。彼女のテイワット観光ガイドもちょうど新しく稲妻編が出るところなのよ。八重様はすでに宣伝文句を考えているわ。テイワットで最も有名な冒険者の親子がついに手を取り合う。うん、
大ヒット間違いなしね。はっ、そんなことだろうと思ったぜ。ミコが損するような取引をするわけない。めちゃくちゃ八重様らしいな。でもこれでよかったんじゃ。うん、クレイ嬉しい。ママの本と一緒になれるなんて、まるでクレイとママが一緒に冒険してるみたい。姿の彩りさえに来られて